Monoscope。 皆さんこんにちは、アマノスコープのお時間です。イエーイ。ということで、ピックアップ編ということで、第2回ですね。今回はですね、また日本経済新聞社さんのホンダ世界初の自動運転レベル3発売というこの記事をですね、ちょっとピックアップさせていただきました。で、私はですね、実はこの自動運転ってすごくもう本当に5年ぐらい前からかな、本当に未来技術としてもちろん注目してますし、自分自身でもですね、自動運転がついている車を常に、所有をしようという気持ちでおります。もしですね、これ自動運転で、ね、まだ今回のピックアップで初めて、初めてってことはないか、なんとなく聞いたことあるけど、しっかりね、意味合いが分かれてなかったよっていう方はちょっとね、見ていただきたいんですけども、この運転自動化の分類は5段階あります。で、まずレベル1というのが運転支援、今ここに出てると思うんですけど、システムが前後左右いずれかの動きを制御、自動ブレーキ機能などということで、もし何かこの責任のね、起こるようなことが起こったら責任の所在は運転手です。で、レベル2、これがですね、高度な運転支援ということで、システムが前後左右の動きを制御してくれて、車線を維持しながら前方の車に追従する機能などで、これはですね、今ウインカーを出すと周りの車を見てね、車線を変更してくれるぐらいのことはやってくれます。これもですね、責任の所在は運転手なんですけれども、今回のピックアップの一番のね、目玉であるこのレベル3というのは、特定条件下の自動運転、特定の場所でシステムが運転してくれて、運転継続が難しいときは人間が対応するんですけども、この特定条件下において、いわゆるシステムが作動しているときに、なんと責任がシステム側にあるっていうことなんですね。これものすごいポイントじゃないですか。はい、でもちろん特定の条件下っていうのは、高速道路だったりとか、何キロ以下であったりとかっていうようなことがあるんですけども、この時にはですね、運転手は運転席に座ってなきゃいけないんですけど、極論スマホ見ててもいいわけですね。私の YouTube 見てもらっててもいいわけです。それはシステム側がちゃんと制御してくれて、いわゆる注意深い慎重な運転手と同じ以上の能力を発揮するっていうことを、これを実はですね、国土交通省さんがしっかりと認可として出してるっていう、このポイントがものすごく今回はピックアップしたい点なんですね。そしてまだ実は上があって、レベル4、特定条件下の完全自動運転っていうね、完全自動運転ですよ。特定の場所で常にシステムが運転して、運転継続が難しい時もシステムが対応すると。これはもう完全にシステム側、これがですね、責任となります。で、レベル5はですね、完全自動運転ということで、常にシステムが運転しますということで、ここまで行っちゃうと、もうどちらかというと、マイカーというよりは、物流に近いんじゃないかなっていう気がしてしまうので、車好きの僕からすると、ちょっとここまで行くんともう車じゃない、なんか感じになっちゃうんですけどね。でもこれ皆さんね、レベル1からレベル5、こういう違いがあったんだよっていうところを理解いただけたと思います。で、今回のこのレベル3っていうところが認可されたっていうのは非常にね、僕は面白くなるんだろうなというふうに思っていて、じゃあ皆さんね、このレベル1とかレベル2、今で言うとレベル2なんですけども、これが実は結構ですね、乗ってみると違いがあるんですよ。まず僕が一番最初に所有したのはスバルのレボーグっていう車なんですけども、これも5年前ね、もう6年前かな、すごいなと思いました。まずですね、レベル2ですから、前の車に追従していく機能は当然ありますし、一定のスピード以上、60キロ以上だったかな、ハンドルを切ってくれます。これがね、思った以上に便利なんですよ。どういうことかというと、もちろん車線をこうね、トレースしてってくれますから、いわゆるハンドルが先にね、カメラでこう前を見てるんでね、こうクククって言うと、あ、曲がってるんだなっていう、こう車にも教えてもらえますし、あるいは急な割り込みがピッて入った時には車がクッとこうブレーキをかけるので、あっていうね。で、これが何て言っても人間よりもね、反応が早かったりするんですよ。僕本当に大げさじゃなくて、レボーグ乗ってる時に、仕事で乗りますから、僕距離を走るんですね。で、工場間の移動が多いので、やっぱ年間で2万キロとか、多い年は3万キロまで走ることはないですけど、2万5000キロぐらい走るんですよ。そうなるとどうしたって
ずっと集中力最高っていうわけにもいかないシーンがあるんだと思います。まあ、実際あったの でどういうところだったかというと、これは交差点の中で僕が左に注目をしていたら右から、ね、飛び出てきたっていうような時に、僕も気がつきましたけども、気がついたよりも早くブレーキがかかりました。これは本当にもし、僕も気がついてたのでブレーキが間に合ったかどうかっていうのは、これも試してみないと分かんないですけども、僕よりも確実に早くブレーキを踏んでくれたんですね。こういうことが実はあと2回あったっていうことなんです。ここがポイントですよ。僕が見てるよりもカメラなので、人間ってこっち見てると実はこっちが見えないわけですよね。カメラだからそこがないんですよ。例えばこちら側に注目をしてたとしても、カメラはね全部フラットに見てますから、ちゃんとブレーキをかけてくれる。これはね、だから逆に言うと、僕は最近車に乗るときに、いわゆる協調作業というかですね、共同作業だというふうになってきてます。あとはね、YouTube の中でも出してますけれども、テスラ、これはねものすごくね、やっぱり緻密ですね、制御が。はい、なので低速だったり街中はテスラの自動運転、同じレベル2なんですけども、非常に秀逸です。これはやっぱり何十万台っていうデータをテスラは吸い上げて、これを定期的にフィードバックしてくるわけですけれども、このバージョンアップでどんどん運転が緻密になってきてるんだというふうに思います。それと最近素晴らしいのがやっぱメルセデスですね。メルセデスのレベル2も非常に良くてですね、これはやっぱり車線をねトレースしていく能力が結構高くてですね、ほとんど人が運転しているよりもしっかりと真ん中をビュッと走ってくれますし、で低速の追従性もこれなかなか高くて、テスラよりちょっとあれかなっていう気もしますけれども、メルセデスも非常にレベルが僕は高いんじゃないかなと思います。一方で、ランドローバーのディフェンダー、一番新しいモデルなんですけど、これはですね、ちょっとねオーナーさんには申し訳ないんですけども、結構車線踏むぐらいまで行ってから戻すみたいなね、ちょっと制御がオンオフ制御に近いような感じだったりもして、やっぱりその車線の追従機能一つ取ってみても、これはね結構違いがあるんですよね。あと大雨が降った時とか、あるいは霧が出た時とか、結構条件というのは道路は様々です。あと白線もね見えやすい見えにくいっていうものがあって、やっぱりそれぞれね、カメラの能力だったりとか制御の能力によって、こういったところもね多少ね違いがあります。僕が乗ってる感じで言うとテスラ、メルセデス、あと日本で言うと僕はスバルが結構いいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、皆さんねここがポイントなんですけど、ぜひですねまだ自動運転の車に乗ったことがないという方はですね、体験してほしいなというふうに思います。でこの共同作業って僕が言ってる意味が必ずお分かりいただけると思います。でどういう時かっていうと、僕距離乗るって話したじゃないですか。やっぱり高速道路で移動するときに追従しながらステアリングも補佐してくれるとものすごい楽です。もう全然苦にならない。だから僕は昔カーナビが出た時に本当に驚いたんです。行ったこともないところに不安なく行けるっていうこの良さにもうびっくりしました。だから車よりもカーナビが大事なんじゃないかなって思ったことがあるぐらい、カーナビがあるってことが車の価値としてのすごい上乗せになってました。ところが今は僕はもうこの運転支援、自動運転っていうとちょっと大げさかもしれないですけど、この運転支援との共同作業がなければ遠くに行く気が起きないぐらい、この運転支援って素晴らしいです。で完全に自動かどうかっていうと、車好きの僕はこっちはやりすぎだって今はまだ思ってるんですけども、この運転支援のレベル、しかもこれはね入れたり切ったりできますから、これは長距離移動にとっては安全面、ね、人間は絶対注力散漫になったり、こっちを見てたらこっちが見えない生き物なので、そういう部分での安全っていうところと、あとは疲労の軽減、これはもうめちゃくちゃ効果があります。なのでぜひですね試してみてください。はい、ということでこれからも運転の自動化についてのニュースはですね、もう非常にもう注目していきたいと思いますので、このピックアップコーナーのも継続してお伝えしていきたいと思います。ありがとうございました。